皆さんこんにちは。シティーズスカイライン、今日も続きをやっていきたいと思います。今回の都市はですね、高速道路沿いに街を作ろうというコンセプトでやっております。現在開発中の街の様子を上空からご覧いただいております。前回はですね、北のエリアにある湖沿いですね、湖沿いに住宅地をですね開発しました。ちょうどね、今見えてきましたね。はい、こちらの湖沿いに住宅エリアをですね、整備しました。で、今回もですね、こちらの湖周りの開発をやっていこうと思うんですが、こちら側とこちら側ですねに空き地が少し、はい、ありますので、あとこの辺もかな。で、ここをねどうしようかなと思ってるんですけど、一応今考えてるのはこの辺りを住居エリアで、ここを商業エリアで、ここをね産業エリアにしようか迷ってます。それはねちょっと様子を見てやっていきたいと思います。
はい、それではですね、今まで町の開発を行いながら時間を進めてですね、町の発展の様子を見てきました。今日はですね、主に町の北のエリアですね、北のエリアの開発を行ったんですが、今ね、画面の方に出ているターミナル駅の、画面でいう、ちょっと こっちこうしようか、はい、こちらの方にターミナル駅が、あるんですけども、はい、かなりの人が行き交ってますが、はい、こちらの方の駅の上側ですね、この辺り、はい、この辺りの開発を主に行いました。建物がね、だいぶ建ってきたのかなという感じですね。でさらに、こちら側にもですね、道路作って区画を切ってるんですが、こちらの方はね、まだちょっと開発が、しきれてない状況ですね。で産業エリアもね、若干作りました、この辺り。はい、でこちら側に住宅エリアをちょっと作ろうかなと思ってたんですが、ちょっとね、住宅の需要があんまりなくて、今回はちょっとまだ作らなかったですね。先に商業エリアと産業エリアをちょっと作っていたんですが、途中でね、あまり発展しなくなったんで、多分もう需要がなくなったんだろうと思います。でね、いろんな、施設も建てました。これ画面に映ってるのは、サッカースタジアム、あとホテルですね。それと、オペラハウスだったかな。そういった、違う、オペラハウスじゃないな、これなんだっけ。シアターオブワンダーっていう施設ですね。ホールみたいな感じだと思います。そういったものを、作ったり、あとね、他にもね、ちょこちょこ作ったんですけど、ちょっともう長くやってるんで、どれを作ったかもうわからなくなってきましたね。あとこの辺も作ったんじゃなかったかな。これなんか植物園みたいなやつね。で、モノレールの駅もちょっと作ったりして、人の流れをね、分散させるような感じでちょっとね、作ってみたんですが、ちょっと一つみたいな感じで、そんなに賑わってはなさそうですけども、絵的には綺麗かなという感じですね。なんか面白い建物ですしね。はい、で町の方はね、もう土地がね、ほとんどなくなってきました。で今回はね、高速道路沿いに町を作ろうというコンセプトでやってるんですが、こちらが、高速道路がずっと走ってるんですけども、そこの沿いにね、超高層のビルがだいぶ立ち並んできたんじゃないですかね。で、ちょっとまだあとこの辺りとか少し空き地が残ってるんで、最後この辺りをね、開発して終了になるのかなと思います。で、ちょっとね、問題もね、少し起こってまして、その辺もね、ちょっと解決しないといけないなと思ってるんですけども、まずね、財政難なんですよね。でもこれね、お金減ってないんですよ。そのあたりがちょっとよくわからないんですけど、ずっとマイナスなんですね、ここ。ずっとマイナスなんですよ。でもね、お金減ってないんですよ。これね、突然大きな収入が入ってくるんですよね。で、それで今までのマイナスを全てプラスにしてしまうっていうような、そんな感じなんですよ。いろんな施設作って、なんかかなりお金減ったなぁと思ってたんですけど、一気にまた増えてますね。ただ、ずっとマイナスな、ずっと赤字なんですよね、これね。この辺もちょっとよくわからないんですけど、おそらくそのまとまった収入が、例えば月末とか年末とかに入ってくるような感じなんじゃないかなと思います。でも、基本的にはそれがなかったらずっと赤字なんで、あんまり財政としては良くないのかなとかっていうのを思ってるんですけど、ちょっとね、施設をたくさん作ったんで、それも少し原因じゃないかなと思うんですけど、でもその分魅力は上がってるんでね、観光客が増えてくると、それをね、お金落としていってくれるんで、それでこう、
循環するのではないかと思ってるんですけど、もうちょっと時間がいるのかなとか、そういう感じですね。それとね、あと問題が起こってるのが、貨物列車がね、ちょっと渋滞してるっぽいんですよ。ちょっとね、この辺あんまり最近気にしてなかったんで、で、ちょっと、ふと見てみたらね、こっち側の、貨物列車が、あれ渋滞してない?あれ渋滞してたんだけどな、今まで。あれ解消されたんかな?あー、解消されたっぽいね。あれこっち側のね、貨物列車が渋滞してたんですけど、今、なくなってますね。なんだろうね。需要がなくなったのかな?あ、でも貨物列車今来ましたね。あ、はいはいはい。あ、一応走ってるのは走ってる。あ、じゃあただ単に渋滞がなくなったということか。まあ、うまく分散ができたのかな、どうなのかなという感じかな。はい。まあまあ、良かったですね。なんで解決したのかよくわからないけど。一時的に、ちょっとあれかな。渋滞してたのかな。まあ、その辺がちょっとよくわからんですが。で、人口がですね、ついに30万人突破しました。はい。やりましたね。で、まあ、一応目標30万人を目指してやってましたので、一応これでね、まあ、目標達成ということになります。で、大きなね、問題起こってないんで、街はある程度うまくできたんじゃないかと思います。で、今は、そうだね、産業が少し、需要があるような感じかな。で、商業がちょびっとあって、住宅はほとんどないという感じですね。まあ31万5千人なんで、まだプラスになってるんで、もうちょっと増えるかもしれませんね。ちょっと私の自己新記録を目指してやろうかなとかっていうのもあるんですけど、まあ、今後人口を増やしていくには、まあ、これまでね、低密度住宅をところどころに作ってたんですけども、まあ、例えばこことかね、この真ん中のエリアは低密度住宅なんですね、これ。で、周りがこう高密度になってまして、まあ、そういう街づくりをずっとあの続けてきたんですけど、まあ、この中央の低密度住宅も高層化して、たくさんの人が住めるようにすると、まあ、人口もまた増えていくんじゃないかなと思いますけどね。まあでも自己新記録ちょっと狙って、いやでもな、もう、なかなか、最近その人のね、その住宅の需要がないんで、爆発的にもう人口が増えることはないんじゃないかなと思います。ので、あとはもう、空き地を埋めるぐらいの感じかな、とかっていうのは思ってますけどね。まあ、可能な限り人口は、まあ、人口が増えるように狙ってはいきたいなと思いますけど、まあ、果たしてどこまでいけるか、うん。まあ、そうですね。もう少し頑張ってやりたいと思います。はい、それではですね、今日はこの辺りでお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。